新モーツァルト全集は、オーストリアのザルツブルクにある国際、モーツァルテウム財団が発行している、ボルフガングアマデウス・モーツァルトの全作品の楽譜である。近年のモーツァルト研究の集大成として、ベーレンライター社、パックス・アーレン社から出版販売された。モーツァルト作品の多くが、第二次世界大戦で、自筆譜など原点資料が行方不明になっていたため、 編集時に用いた資料のうちどれをどういった理由で反映させたかを記した工程報告がなかなか発表されず、楽譜本体の刊行が終わってから工程報告だけ出版された作品も少なくない。また新資料の発見によって一部の作品では再工程が必要になっている。ベーレンライター社では後年、この新前終盤を定本として運指を施したピアノ・ソナタ。 ピアノパートをより弾きやすくしたオペラのボーカルスコアも出版した。それらには新前集出版時に利用できなかった資料によって修正されている箇所も見られる。当初の計画では、十1 3 6 1 3 7三3 8の3曲は、アイネクラインネ・ナハトム・ジークなどと一緒に原楽四重奏曲の最終巻に収められるはずだった。しかし、以下の問題などから、室内楽科、 オーケストラ曲か分類しきれなかった。その後、バストはチェロを指し、これらの作品群も弦楽四重奏曲であることが分かった。モーツァルトの時代は低音楽器全般をバスと呼んでいたために、このようになっていると考えられる。ところが結局、当初の計画の大幅な変更は予約出版物としては望ましいことではないとの判断から、 これらの3曲は本来は5巻までの予定だった。第4編、第12作品群、オーケストラのためのカッサシオン、セレナーでデ,ディベルティメントの最後の巻として、第6巻を新設することで妥協され、出版された。当然ながら、オーケストラ作品として結論付けたわけではなく、異例の措置として、編集士官の前置きが設けられ、この巻に収められているからといって、 オーケストラ作品として誤解しないようにと強調されている。しかし、その妥協は以下の点で強い批判を呼んでいる。研究者による新モーツァルト全集についての言及でさえも、この3曲に関しては間違いが散見される。新全集の楽譜と工程報告は国際モーツァルテウム財団ウェブサイトで閲覧及び、ダウンロードが可能。ありがとうございます。